今議会では人口減少対策をはじめ、南海トラフ地震対策や医療政策、教育政策などに関して数多くのご意見やご提案をいただきました。ご審議の過程でいただきました貴重なご意見やご提言を十分肝に銘じ、全力で県政の運営に努めてまいります。県議会9月定例会は今日が最終日で、南海トラフ地震や人口減少対策などを盛り込んだ総額49億3800万円の一般会計補正予算案のほか、今日追加で提出した衆議院選挙にかかる経費およそ6億6000万円の補正予算案など29議案をすべて可決し閉会しました。閉会にあたり浜田知事は、デジタル化、グリーン化、グローバル化といった新しい時代の潮流を先取りすることで高知県の未来を切り開くと強調し、停滞する県経済の浮揚に向けて取り組む決意を改めて示しました。